はい、皆さんこんにちは、のしです。今日はワカサギ釣りをやっていきます。さあ今日はこの4人でね、頑張っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。湖の上です、これが。ポイント到着、ヒロノニ選手両足行きました。穴開け、お、いいねいいね、入ってる入ってる。え、全然行かねえんだけど。ギュタン先生、ここやべえぞ。ビガビガ、ここにしよう。お待ち、全然入ってる。本気だね、みんな。氷の穴よっしゃー、2回目の釣り、乾杯。乾杯。全く持っていねえな、魚探の反応。いなくなっちゃった、いなくなっちゃった。あら、いいね。何、朝の反応。なんか準備してる段階でもだんだん薄くなってたもんね。よくあるあるパターンだよね。食べさせてくれるか、一服して。20メートル前である。それ20メートルぐらいだね、ギリ。あ、やべ、20メートルってすごい深い方だよね。深い方だね。本当に魚いいよね。当たりすらない。全然全然で、みんな魚寄せて。見ることはいるの。皆さん、当たったけどさ。あ、いいよ、見て。来た、ファーストヒット。ファーストヒット、ファーストヒットはいるかな。いた。おー、でかいじゃん。おめでとうございます。ファーストヒット。あ、でも映ってなくても釣れるね、多分。これいいサイズ。普通かな。左側は生がってんだよなぁ。あー、残念なお知らせ。20メートルなかったね。え ?20 メートルなかった、この。いや、俺この前その、あっち行った時すげー浅かったんでね。うんうん。だから、そんなイメージだったけど、これはもう。あ、深い。そこについてる感じもしないの。ないね。全然ないね。全然まだまだ行くもん。じゃあダメ。よし。残念ながら、ちょっと薪が足りなかったね。動くということが分かったらいいんじゃないですか。頑張って作った。一夜漬けで作ったからね、でも。一夜漬けで？うん。いや、ほんとに。ま、ずっと巻いてんのね、それ。そう。巻くしかできないんだけど、ぼちぼち巻けるようになってるよ。残念ながら、自作電動リール。巻きが足りなかったです。でも、ちゃんとこうやってね、巻き上げることはできます。これで釣れてたら奇跡だけど。お腹いっつーすんの。よし、残念ながら釣れてないということで、この電動リールは終わりで。終わりで何呼ぶんだよ。あ、だったと思ったらちょっと来てた。6人目は入れる。あ、ほんと、あれがいる証拠ね。へー、ちょっと入ってきた。ちょっと、ほんと、A カップよりネークレー。あ、見えない。例えがいいね。うん、少なくとも D は欲しい。 D は欲しいね。あー、のんねがった。さすが、でかい。でかい、でかい、来ました。やった、2匹目。ちょっと真下にいる。お、来たかも。マジでお願いします。来てんじゃね。なんかビクビクってなった。ビクビクってんじゃね。あ、直し来るか。お願い。4、3、2、1。あれあれあれ、今来たんですけどね。ちょっと遅かったかな。やっぱそうなんね。今チャンスタイムだよ。もう今の間にも今何匹？ 3?4?4。あれ、4も釣ったの一気に。あれ、まだ誰も釣ってないけ。うん、素人だな。どんが立派なんだけどさ。よくあるあるパターンだよ。態度も立派だよ。うん、え何？何でもねえ。当たりが分かんないよね。この穂先だけ見てる。うん、穂先だけ。うん。え、暇になっちゃうな、これ。うん。え、つか、暇だね。たよぎの結婚話、ちょっと聞かせて。そうだね。なれそめ聞いて。なれそめ、ちょっと。いいね。やだ、絶対言わないし。それ、
欲しいな。別に興味ねえからいい。それ欲しいな。別に興味ねえからいいけど。じゃあ、そうだな。かかってたじゃあ、大雪さん、ついに、お願いしますよ。うわぁ。嫁にバレたら怒られるやつ。怒られる。これ見てくださいよ。ういぃ。きたぁ。釣れました。まあまあ、腹パンじゃん。釣れました。結構いいよ。お、こっちも。来たかな？まだ高い木負けた。うわぁ、来たぁ。いたちっちゃ。おめでとうございます。ちっちゃ。はい、来ません。はい、来ません。はい、来ません。来たと思った。はい、来ません。この穂先のほんのちょっとの触れみたいなあたり、うん、加えてる時にこうちょっとこう竿が動くぐらい、うん、で竿がビクビクンってなった時は食って嫌がった時に逃げる時のあたりになるから。なるほどね。来た、よし来た、来たような気はするんだけどね。でもね、今さっき言ったようにビクビク来たからね。高木いつまにか一匹いいんじゃん。釣ったからさ。え、いつまに、ほらダメなんだよね。あとお前さ、まあ、あら、いるよ。ちょっといるよ。ちょっと。わあ、来た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 。これ釣りたいね。そこ？いや、浮いてる浮いてる。そこから。1.5 くらい浮いてるかな。まではいる。ずっと、まばらで。え、嘘、誰まだんねえのこれ。うん。もう、いるのに食わないパターン？一番悲しいね。で、帰りさ、山塩ラーメン食って帰んね。そしてこれお昼くらいであげるっしょ、多分。え？え？じゃあ、嘘なしか。これはあるよ。おー、釣れてるじゃん。いや、2匹目。ちげえ。涼しいでしょ。涼しいね。うん、あのコロナだから換気しないって言ったんだ。それ大事ね。こう、ワカサギもね、あ、ソーサルディスタンス取ってんだでしょ、これブレになっちゃいけないよ。あー、バレた、バレた、あ、いたよ、いたー、さすがです。 いいねこれで二桁。これでやっと二桁。さすが。つむき、天気はちょっと雨だけど、まあいいっすね。風はそんな強くない。我らがテント釣れないからちょっと外に出てみました。こっちの方が魚探が濃いね。濃いね。いや、こんだけの差でも全然違うんだね。違うね。あのテントで釣れなくてここでこんなに反応がいい。よし、さっきと同じ。はいはい、リーダーで。今来たっぽいね。どうだろう。4、3、2、1。来たー、やったー、来た、釣れた、ただいき。うん、やったやった、嬉しい。しかもまあまあのサイズです。やった、釣れました。やったやったここで釣れたよ。当たった当たった、うん、結構ね、ビクビク、あのね、当たりは多かったよ。すげえや。もう一回入れてみるわ。いてててて、反応いいのかな、まだ。うん、そして自分も釣っちゃった。いて、いてえわ、調子乗りすぎて。もう一回穴、結構ね、うん、よかったよ。俺でも分かるぐらいの当たりが結構あったもん。じゃあ俺も隣に穴開けるかな。なんか10匹くらい釣れそうじゃない。ほんと嬉しい。ゲット、ワカサギゲット。あれ、魚いる。2、1いるかな。ほら、いたー、すごい。やったー。いや、ちょっとそこに来てるね。やったー、今チャンス。よし、2匹目。やったー、あ、自分も釣った。よっしゃー、釣れました。2匹目。やったー、嬉しい。そうだ、打撃と並んだ。ヤスさん、こうだよ、お前。ほんとなんで、カップラーメン食ってる場合じゃないよね。ダメって言われるじゃない。余計ダメかな。なんか歩き帰りつつも酷だぞ。確かにね、ちょっとこれは雨の予報じゃなかったはずなんだけどな。すごい強くなっちゃう。あ、すいません、今日小高森から入って釣りしてるものなんですけど、モービルで車に積んであるんですけど、モービルの道だけ走っても大丈夫ですかね。あ、そうなんですね。はい、わかりました。はい、すいません。はい。
うおー、風が強い。引っ掛けられた。掛られた？一般の人で禁止なんで。引かなかったですか？じゃあ。なんかモテてる、モテてる、後ろ。え？後ろ、後ろ。モテてる、モテてるよ。今のヒット。来たー！来たー！来たー！何時間ぶり？もう1時間ぐらいか。おめでとうございます。久しぶりに釣れた。やる気出てくるね、釣れると。本当だね、迷える。あ、そうだ、思い出した。俺のジンクス、動画撮影ダメなんだ俺。なんで？あ、撮影すると…何？動画撮影されると釣れない、釣れないその YouTube の撮影やっからって言われて、うん、恥ずかしいぐらい釣れなかったもん。次は左手。来てたー。来てるー。うんのはいいんだね。両手で。やったー、かかってたー、やったー。いいねー。一匹来ないやつさん、もうやる気ないの。頑張れ、頑張れ。頑張れ。お願いします。16。16。すごい。今日の16はもう。もう、サボ待ちだね。すごいね。